どうも草薙チャンネルにようこそ。私のチャンネルにはね、めったにねロケっていうのはないんですけどね、たまにやるんですよ。ということでね、今日はね七条観春堂さんというお店にお邪魔したいと思いますね。京都らしいなんかこう趣のあるこう建物なんですけどね、今日はねなんとですね和菓子作りに体験したいと思います。行ってみましょうか。じゃあ お邪魔します。本日は閉店いたしました。特別な時間にちょっとね、一応芸能人なんで。お邪魔します。なんか雰囲気がありますね。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、草薙と申します。よろしくお願いします。杉江と申します。ようこそ、ありがとうございます。こちらお方ください。あ、そちらに、はい、どうもありがとうございます。こちらで和菓子を作られてるんですか？そうです。あ、和菓子作ってるというか、今和菓子を作るのは卒業して、はい、こういう体験教室とかいうような感じの担当です。あ、そうなんですね。じゃあ今日はじきじき教えていただくということで。教えていただくってそんな大差もございます。どんな作るかということをお伝えします。あ、じゃあよろしくお願いします。早速ですが、はい、今日さつきっていうのを作ってもらおうと思うんですけどね。さつき、はい、塗り切りっていう素材なんですが、これで今日は手で進んでいくというね、はい、いくんですけれど、右利きでしょ、はい、左手を使います。あ、左手を、はい、右手はこう添える感じです。あ、なるほど、はい、これでこう進んでいきます。なんか繊細ななんか仕事な感じですね。繊細っていうこともないけど、まあ、けど優しいばっかりはダメで、うん、しっかりと抑える、しっかりと支えてあげるっていうことです。メリハリですね。ああ、そうそう、人生と一緒ですね。あ、どうなんやろ。まあそんな家江さんはいつからこういう和菓子作りについてついたんですか？あ、私18でしたから。18ですか、うん、あ、それは お子さんは入江さんいらっしゃるんですか？ごめん、嫁も子供もない。あ、そうなんですか。珍しいですね。じゃあ独身ってことですか？そうです。やりますね。そうでしょう。プロですね。やばくない。ただただ教えてください。じゃあおもちこんな話するの初めてやもん。いやいや、どうなのかなと。一人は一人で楽しいですか？気が楽ですか？あ、もういらんこと考えんでいいしね。そうですよね、うん、俺は俺たでいろんなこと考えないかんでしょ。でも寂しくないですか、一人って。その寂しさはどういう埋めていくかってことですか？寂しい。和菓子で埋めていくんですか？いや、これではもうなんですね。これではもうなんですか？これではもう。あ、そうですか、うん、まあ、僕この顔でね、よく音楽聴いたりするんですよ。あ、そうなんですか、うん、あ、音楽が好きで、はい、僕の仕事以外やったらもう、そういうのが好き。気が紛れる、まあ、そうですね、聴くことによって。で、これ、入江さん、これは、はい、これ練り切りですね。練り切り、はい、これさっき蒸したやつ、はい、そうそう、この形でどうですか？こうですか？はい、マイナスなかったでしょ。こうですか？あ、これ顔を洗うとき、そうそう、その時逆にひねってお水かぶって。そういう行動で、この形はお菓子を包む形になってます。あ、そうなんですか、はい、でこれでね、こうね、これでかぶります。これでちょっと柔らかくこう、そう、包むような感じで、そう、包み込むような感じ。これでここのとこ使います。もうそれでいいです。はい、こうゲットして、はい、500円硬貨がちょっと大きめ、これ真ん中くぼませます。これくぼま深さもあってね、これ破ける程度、破けん程度に押してみてください。いけましたね、はい、これでね、こうやって明るい声に透かしてきます。いかがですか、透けてますね。透けてる。OK です。で、これで、おー、なるほど。これなかなかの技術ですよ、これ今やってるのは。透けてるよ、うん、分かる、これ、ほら、分かる、分かんないか。まあ、透けてるんですよ、うん、そうそうそう、その感じです。いいです、いいです。なんか、手ってよくできてますね、なんかね、こういうところをこう、おっしゃるように、こんな風に、そうです、自分の手が使えるんだなって。そうですね、この骨でさ、骨とひだと、うまいこと作ってもらってるんですよ。すごいですね、人間の手って思いますよ。親に感謝ですね。いいんじゃないですか。お、本当だ、素晴らしい。お、人差し親指をこっち寄せて、右に寄せていきます。これ難しいね。確実に積んでいく。はい、いいです。おー、ちょっと、いや、もちろんね、入江さんとはちょっとあれだけど、お、あ、感動的だね。なんかすごいね、なんか全部こう理にかなってますね。手の動きと押さえるポイントとちゃんとすると、なんかこう知らずの間にこう自然に包めていくんです。これを包み割りを下にします。
聞き手ね、前を向かす。この手のひらでお菓子を丸くしておくんです。その感じですわ。でもこう拝見しててあんまり余分な力が入ってないのね。力が抜けてる感じ。筋はいいですか。いいと思いますよ。なかなかでもね、やっぱりね、丸くならない。そんなにすごいちゃんと、うん、まあそんなもんでいいですよ。ああ、なるほど。なんかそういうっぽくなってきたな、形が。はい、どう。ああ、なんかいいね。おー、すごいね。あ、綺麗綺麗。これで真ん中ね、ついてる方を上にしておいて、お足の方を下にしておいて、ちょっと沈めて。おお。ちょっとお足沈めて。で、スッと置きます。そう。おお、ぽいな、これ。ちょっとこれチャビとる。自分が作ったと思えない美しさだ。こうなんですよ。これで出来上がりですか。はい、これで出来上がりです。おお、完成しました。どうですか、僕のこれ。どもう、ほら、これもう、これさ、これお店に並んでてもさ、それっぽい感じですよね。まあ、教える入江さんがうまかったんですけど。いやいや、そうじゃないです。最高です。じゃあちょっとお茶、いろいろとこう、なんかあるんですね、これルールみたいなのがあるんで、ね、じゃあ教えていただけますか。はい、お茶をあのいっぱい全部なみなみにぐらい添えてもらって、はい、ちょっと残すぐらい。全部入れちゃいけないんですか。全部入れちゃいけないです、うん、で、入れた時と、はい、入れる時と戻す時に音が違うって言われるんですよ、はい、佐渡の、はい、すごい静かなお部屋でやるんですけど。あ、そうか。なのでその音を楽しんでもらう。あ、佐渡の一種で。そうなんですね、はい、まず全部いっぱい入れてこのぐらい、はい、入れてください。本当はすごい静けさの中でやってるってことです ね、 これがね。で、こうやって持ってきて、はい、入れていただいて、で、ちょっと残すと、はい、ストップ、はい、それぐらいで、で、残していただいて、で、本当は音が、あ、そういう置き方で、はい、はあ、そしてはい、じゃあ立てていただくんですけど、はい、親指に持ってもらって、はい、あと4本でしっかりこう、そうですね、はい、支えてもらいながら前後前後に振ってもらいます、はい、で一番下にお抹茶があるんですけど、しっかり手首を使って立ててもらいます。そうです、そうです。これは音も楽しんでるんですか、ね、やっぱり。そうですね、静けさの中で。そうですね、じゃあ大丈夫です。はい、で、はい、最後はのの字に書いて、のの字に書いて、はい、で引いて、そこに行きます。はい、一つ完成です。ありがとうございます。黒文字、なんか抹茶のいい香りがやっぱり。そうですね、やっぱりすごくいい香りが。これいいですね。ちょっと飲んでみていいですか。あ、ぜひぜひ。飲み方とかもあるんですか。飲み方も本来はあるんですけど、うん、そんな気にされず自由に、はい、じゃあちょっといただきます、はい、あ、香りがいいですね。うまい。こんなにお茶って美味しいんですか、これ。やっぱりお茶屋さんにも味はあるので、うちのやつは京都の宇治田原のお抹茶を使ってますので、やっぱり香りは全然違いますね。めちゃくちゃ美味しいです。お茶うまいな。そんな感じで。ああ、なるほど。だからここに切り身が、まあそれだけでもないんですけど、ないんですけど、まあ一応こうやってで、こう突き刺していく。召し上がってみます。これですね。そうです。じゃあ、いただきます。どうぞ。私も食べた方がいいですか。うん、おいしい。で、お茶を、うん、おいしい。うん、いや、なんか入れますね。いいですね、はい、初めて京都に来た気持ちになりました。一月近くいたんですけど。あ、その間ホテルから出てなかったんで、初めて京都っていう感じがして。ありがとうございます。こちらお会いできてもいいし。ありがとうございます。なんかいろいろと
楽しいお話も聞かせていただいてありがとうございます。ありがとうございました。ま動画を見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録やツイッターやインスタグラムをやってますので、ぜひ皆さんご覧ください。それではね、バイバーイ。くるみはいません。